皆さんおはようございます2015年11月28日土曜日平智之の行動ウォッチの時間ですこの番組は政治経済社会科学技術などのさまざまな分野から一つのニュースを取り出して私平智之の考えを述べる番組であります今日は何の日でありますが今から500年前ですね 1520年の本日11月28日にポルトガルの航海者マゼランがまさに世界一周を実現まあそのコロンブスとかバスコ・ダ・ガマとかまあ当時もう大航海時代と言われて本当に全世界を結局はそれはしかし当時のヨーロッパ社会の覇権の争いですね。 植民地をどんどん探していく争いでもあったわけですけれども、えー、その中の一人マゼランがあ世界初の世界一周ぐるっと回ったとそれが今日ということでありますで、えー、当時は船なんですよねしかし今はその大航海時代地球のこの先はどこなんだろうと海の水平線の向こうは落ちてしまうんじゃないかと言っていたような時代から今はもう お何でしょう人工衛星から地球が見れる時代でありまして、えー、当然私たちの移動ももちろん船で貨物は運ぶけれども、えー、人は飛行機で動くんですよね。えー、本当に1日2日で世界中中地球の中ならどこででも飛んでいける時代になりましたでこの飛行機について今日は語りたいんでありますけれども、えー、もう皆さんもよくご存知の通り、えー、三菱重工の MRJ 国産のジェット旅客機がですね試験飛行を始め今世界で注目を集めているというニュースでございますあのこの YS11 とも言われますけれどもこれについてはもうすでに生産も終わりですね 今残っているものが旅客機としてはもう使用は終わっていると思いますけれどももともとの戦後作られた国産機でありましたけれどもさあいよいよ今に通用するこの旅客機は作れるだろうかといういわば日本の航空産業の悲願であったとは思いますけれどもそれがついにですね MRJ という型番で世界にお披露目の段階になったと。 でこの中型つまりまあす七八十人六十人百リ以下のですね中型の旅客機ということで言うとこの MRJ は非常に性能が良いという評判だそうでありますニュースを見る限りではですね他の同型の旅客機に比べれば燃費が二十パーセント良いとこれはやっぱり自動車と比較してもそうですが。 あのやはり日本というのは燃費を良くするという技術には長けているのかもしれませんね。そしてまた自動車でもやはり同じですけれども、室内環境がやはり抜群なんですね。この M.R.J もですね、貨物の空間をうまくレイアウト等で工夫をして、なるだけ客室が広くなるような工夫がなされているということだそうであります。えー、まああのこのこれからまあようやく試験飛行で。 あの各国に売っていくときにはその国々のそれぞれのアメリカならアメリカの陸軍局の,その航空局があるんでしょうかそこの基準をクリアしていかなきゃいけませんから一つ一つそれを営業としてやっていくんですけれどもえまあ自動車が世界の市場を席巻しているとおり日本のこのいわばコンパクトエアプレインが 世界の市場を席巻する日が私たちの目に見えてくるかもしれません。これは本当にに大ききな期待を持って見て見いきたいというふうに思いたとう思ますであの私はですねあのこの日本の航空機産業そして世界に注目される旅客機が作られるというニュースを聞いてとっさに思い出したのはですねもう今から30年以上前ですけれども自分が えー、学生だった頃、まあ、卒業間近だった頃にうん一体製造業私はあの工学部でしたから、えー、製造の分野で現場はどうなっているんだろうということでああちこちこ見に行った覚えがありますでその時に、えー、この飛行機の製造の現場に行ってその開発のトップの方に、えー、お話を聞いたのを今でも覚えてましてねいろいろ教わりました。 もう30数年前ですよ、えー、いやー今もうとにかく材料が軽くなってきてねとあのー、もう今でこそね炭素繊維材料金属じゃないですよ飛行機のこのそれは金属パーツもあると思いますがあの炭素繊維という非常に軽くて強い材料ですねこれが使われておりまして当時からそういうことは言われてましたそれからまたあのリベットがないんですよねリベットっていうのは板板と板を 穴を開けてそこにバーンと両側からこう圧縮してそういうリベットを打つリベットがポン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 あの昔の戦闘機なんか表面見てるとリベットだらけですよねそれでこう板と板をつないでるんですがいやーもう当時からねそれでまあ旋弾力と言いますけれどもなかなかそう簡単には取れないんですね。リベットなど打ちますと そ,そこからまたた亀裂が発生したり穴を開けてるわけですから危ないですよね穴を開けない軽い薄い強い板で作っていくとまあそういったものを見て衝撃を受けたのを今でも思い出すが思,思い出すんですがそれよりもね私がもう腹の底からこう「ああこうだったな」あの部長さんこういうこと言ってたなと思い出すのはね、えー、私たち学生を前にしてその方が「 先輩が一言おっしゃったのはね「あの私たちはぼーっとしていて仕事をしているのかどうかわからないという点があります」とおっしゃってましたね。<laughs> それはまあ一度笑ったんですけれども、えー、つまりその例えばここに品物があってそれをいついつまでに何個売りなさいという目標があって。 で値引きについてはこれ以上は応じてはならないがここまで応じていいなどといういわゆるさまざまな指示書ノルマがあってそれに向かって朝一番かかかからら電話をかけ、えー、汗をけ汗いいいいてて走っていくという分野じゃないでですすよね開発研究製造ですからそうするとあるクリアすべき内容があったときに、えー、その先輩言ってましたがこう椅子に持たれて薄目を開けてですねボーっとして。 そのまままじっっっとと止ててるるいいう社員が結構いるとで自分もやっとるし自分の部下もようやっとるとでその時に「お前仕事してないじゃないか」とは言わないんだといろんなことを考えてるんですと、まあ、こういうふうにおっしゃっていました。えー、こういうね仕事をしている人たちというのは、えー、企業分類あんまり単純にはできないんですがね やっぱりかかななななり大きな組織の研究部門ででいいいいいとと難しいんではううふうに思いますその方だってもちろん社員として一定の給料を払わなければなりませんし大体給料の3倍ぐらい間接経費かかると言われていますから、えー、大変大きな人件費をその方に5年10年15年とかけていくわけですから、えー、ぼーっと薄目を開けていろんなことを考えている社員を 開発研究そしてその製造設計の部門にこう抱えていく組織の在り方ということを今ここで皆さんにもう一度お伝えをしておきたいんですねで、えー、重工長大産業という言い方ありますけれどもこれは従って金融とか流通小売とは違う分野ですね重工長大産業の中にいるテクニシャン技能士そして技術者エンジニアそして科学者サイエンティストの人たちは すぐにノルマに対応できないかもしれないがあるブレイクスルーを起こすと大きな市場を埋めるかもしれないということに夢をかけて仕事をしているそういう人たちがしかも利益追求型のの民間企業に日本の場合はたくさんいいるということここがよく海外の投資家などは日本の民間企業の強みは民間の S&T あるいは R&D とも言いますが研究開発部門の金額が大きいことが日本の特徴だとだからこれは投資のターゲットだというふうに言うぐらいね日本のものづくりは民間にそういう人材がいてそこにお金を投下していることこれが非常にその日本のある意味コアコンピタンスになっているんじゃないかということまで言われるんですで、こういう人材が今でも日本の大きな企業の中には おそらくたくさんおられるだろうというふうに思うんですね私の共に勉強してきた仲間もそれをやっている人がいますですから日本がこれから成長戦略というんであればねあのそういうぼーっと目を開けているものづくりものを考える人たちを利益追求型の企業の中にどう関与していくかということも改めて政府には考えていただきたいなというふうに思いますね ただそれがどうしても回収しようと急いで回収しようということになれば、えー、急いで輸出をすると場合によってはそれがあこのややこう武器に転用されるかもしれない技術の方のものを早く早く輸出しようというそういうドライブがかかる可能性もあるわけですけれども重厚、長大のこの産業の、えー、民間企業の抱える力というものをどう海外に売っていくかの戦略 このレベルでぜひ考えてほしいなというふうに思いますね。それで、あの私自身はですね、あのこれからのこの日本のものづくりをあるいは成長戦略を考えるときに、ぜひともこういったあ皆さんがですね、金融で利益を上げていく人たちとうまく組み合わさって大きな利益を 大きなキャピタルゲインを埋めるようなストーリーの中にぜひ入ってほしいなとで経営者もそういう考え方でそういう技術者、エンジニア、科学者と金融としっかりつないでいく仕事をしてほしいなというふうに思います、えー、これはあのお,おそらくまだ今のところはあまり生まれていない産業だと思いますのでぜひものづくりの現場プラス金融ここで大きな成長をとで考えたら この京都もものづくりのメッカのようなところ、街、えー、づくりで大きなこのものづくりをしている人たちをたくさん見ますね、こういう現場の人たちと金融とがセットになっていくということが極めて重要で、その時にはぼーっと目を開けている、ここを大事にしてほしいと思います。今日は MRJ の開発からものづくりりまままでお話をいいたしました。た。しししありがとうございました